プロの方と回る機会があってフィニッシュを決めましょう。素晴らしい景色から今日はスタートしてますが、本日はどこに来ておりますか？本日はまだまだ某ゴルフ練習場です。これね、僕の地元アルプス。あれ純日本人の顔してるんですか？そんな風に見える？視聴者みんな思ってるよ。どうやって思ってるんですか？ヨーロッパ系の顔かな。で、意識的に練習でちょっと最近うまくいってないことが多いんですよ。最近ちょっとプロの方と回る機会があって、フィニッシュを決めましょうと、フィニッシュを取る練習をしましょうっていうところで、ハーフリーぐらいにクラブを握って9番アイアンからフィニッシュを取る練習をしていきたいと思うので、アイアンの正確さだとか、フィニッシュを取ることで重心の位置とかも保てるらしいので、イメージアルプスの方に向いて。いい季節ですね。もう本当に雪も残って。さあ、飛距離は 186.38 ヤード。アイアンに関して言うと、僕が鋭角に入りすぎるので、距離が正確じゃないです。ちょっとダフったっすね。手前に入ってるんで、ボールを真ん中くらいに置いてるんですけど、はい、ちょっと半球ぐらいで足を置いてみて、ちょっとイメージを変えてみたいと思います。今のすごい綺麗にフィニッシュが。あくまで。ど素人。ど素人ゴルフですから。サングラスかけた。もうね、疲れてんの。僕14時間ぐらい運転した。9番アイアンラスト。うん。ナイスショー。トップ決めるってね、ちょっとやっぱ振った後に揺れるよね。だから振りすぎたらやっぱりきちっと決まらないし、振る途中でなんか違和感感じるんだったらもう一回取り直して、練習場では時間をかけて一つずつ丁寧に6割ぐらい7割ぐらいしっかり振ってフィニッシュを取る練習もしてみてはどうかなと思います。僕もそれでしばらくやってみるので、僕がフィニッシュ取ってなかったら取ってないやないかと、はい、トマトがこう受けた、はい、もう動画見たいと、まあ、これで言っとったんちゃうかとコメントいただけたらなと思います。ぜひぜひコメント募集してます。それは募集してます。